う横はもう住宅街になってたな。ここは何？貯水所かな？水滴水滴。へえ。こっちに。こんな感じか。くるって。へえ。ちなみにどっから行けばいいの？駅のホームにソースの室って関東。駅はどこだ？ここは、運動しとかったんだけど、うん？どっち？ああ、結構、このコップのちょっとずーっと持ってって、直接ストンと行けるところがなさそうだな。あ、そうか、車、よう、来る感じだね。眩しい。曲がってた時間かしっかりここにドア歩いとったら他の省域も引き寄せられるようなね、ここに行ったらすごいね、動物病院なのはわかるけど馬で行ったか、普通ワンコとかニャンコだろう。おお、馬連れてこられても困るの、町の動物病院。立東市とかならわかりますけどね、うん、まあ、獣医さんですから、きっと見れることはないんでしょうけど。でかいよ、馬って。なんなら、まあ、乗ってくればいいんでしょうけどね。あれでも、なんか乗るときは何だったっけ？軽車両扱いになるから、一応なんかいるんですよね、行動を。馬で走るには1馬力以上なんで、そこ信号を左に曲がったんかな、昔仲間の酒屋さんもあるし、へえ、あ、なんか朝の読経やってんのかな、あ、天理教のね、これだったら人畑なんだ。へえ。人畑っていうと、もっとあっちの阿部の橋寄りの方のイメージですけどね。へえ。あっちの方にもありますね、人畑って。あれだ。阪海電車の駅でもあるわ。ね。うん、そのイメージが強いんでしょうね。こういうところうまいんだろうな。大阪の老舗なんてうまくないと生きとこりませんからね、うまくて安くないと。へえ、よいしょ、この通り沿いでいいのかな、あんまりサバカの自販機がある。昔ながらですよ、タスポ出始めの頃のあれですよね、まだマイセンとか売ってたよね、この自販機の頃から。もう眩しいけど、この通り沿いに行ったら良さそうかな。いいんだろうな、この通り沿いで。あれか、家族で書きますか。ここは何？物がある用紙、あ、だから着付けとかね、そういうのもやるけど、洋風だな、その割には。
まあ、ブライダルとかで着物ね、うん、着物は分かる、なるほどとなるけど、めっちゃ洋服に立てたね。いろいろあるな。こんなところカフェ、つかたま、あ、うかたま、こんなに歩かないっけ。あれ怪しくなってきたな。よーし、言うてもいい時間ですからね。もう十分歩きましたからね。あー、別に外れてはないのか。外れてはないけど、近くもない、近道でもないね、うん、ちょっとくの字に折れ曲がってるんですね。あ、そこか、そこの先の交差点を曲がれば駅前の方のさっき通っとったあのとこら辺に出るんですね。なるほどな。結構ガッツリ歩いたな。まあまあまあ、まだあと早いですからね。どうせだって立ち並み不動駅って言っても何もないっしょ。まあ、ついでに、あれは多分名所のところに入ってたやつだよね。名所案内も行けたんじゃないか、これ。よし。よしよしよし。わかんねえから、あくまで名所案内完全制覇。そういう扱いには しないようにしときましょうね。ね、それにしておいてね、いやこれで回りましたよね、ちょっと、いや、入ってないところがあったじゃないかって言ってね、後から叩かれる可能性がありますからね。別に炎上せいはしませんけど、無駄な日は、わざと起こす必要もないですからね。でも駅前散歩って形にしとけばいいわけでございます。まあそこまでね、気をつけてがっつりと見ていただいている方もそんなにいないだろうし。こっちは何？こっちはこっちで通れんの？なんか通れそう。なんだ？完全に余計な雪道をした感じはする、してるけど。すごい向きやな。あれ？どん突き？あ、どん突き、どん突きや、あかんや。ん？ギリギリ戻るパターンか、これ。あれ？ただの、いや、一応行けんことはないみたいだ。ただ、間違いなく、無駄足をこきまくって、でもなんか、すごいね。こんな水上に、こうやさってるし。ああ、こんな感じで、これ曲がってんだ。ここね、なるほどね。これですね、水上倉庫なんだ。あ、ここに本今在地、なんか東院町に来た気分ですね。あっちもね、今在地、南在地ってありますもんね。あの南在地がでかすぎて今在地と北在地だったっけ。あ、なんかどこやったっけって感じになりますけど。なるほど、じゃあ続いてるけど。